オルスベルクは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、アルンスベルク行政管区のホーホザワーラント郡に属する市である。この町は、州統計局の分類では、グローセラントゲマインデに分類されており、中規模中心都市の一部機能を代行するグルントゼントルムの地位を担っている。この町は、オーベラ・ルールタールに位置している。ブルーフハウゼンシクとの境界の北西端に、 ノルトベストファー練習の最高峰、海抜843.2メートルのランゲンベルクがあるほか、500メートル以上の山が50ほど市内に存在する。オルスベルクは、州指定のクナイプ水浴地である。ブルーフハウザー・シュタイネを構成するボルンシュタインとゴルトシュタイン。写真はやはりブルーフハウザー・シュタイネを構成するフェルトシュタインから撮影している。オルスベルクは、 北西のアルンスベルクの森自然公園と東のディーメルゼー自然公園との間のルール川の谷に位置している。南はロタール山地に接している。ホーホザウアーラント東部のオルスベルク市の地勢は大部分が森に覆われた高地と川が流れる草地の谷が特徴である。中核区は幅広い谷に位置しており、南から流れてきたまだ若いルール川はここで流れを西向きに変え、 中核市区のすぐ下流でこの町の地域から離れる。この地点が、海抜313メートルの市内最低地点である。オルスベルクの中核地域は、北を、ランガーベルク、東を、アイゼンベルク、南をオルスベルク及び、シュタインヘレといった高地に囲まれている。ノルトベストファー練習の最高峰であるランゲンベルクが、地域の最も南東部、ヘッセン州との宗教に位置している。 本市の市域内で、東から流れてきたギールスコップバッハ川が、ルール側に合流する。ギールスコップの上流では大きく、こう描く流れに沿って、エレリングハウゼン宿とブルーフハウゼン宿がある。この谷の周囲で目につくのが、四つの巨大な半岸から、なる、ブルーフハウザー主体年を持つ高さ721メートルのイステンベルクである。 イステンベルクとその南に隣接するヘムベルクの上をラインベーザー分水帯が通っている。この分水帯の東側を流れるシュマラー川はホッペッケ川やディーメル川を経由してベーザー川に下るが西側のギールスコップ川はルール川を経由してライン川に流れ込む。オルスベルク中核地区の南で北向きに流れてきたネーガー川がルール川に西岸から合流する。 ネーガー側の谷には、ブルンスカペルシクとブルメリングハウゼンシクがある。ネーガー側合流前のルール側の谷には、ビーメリングハウゼンシクとアシングハウゼンシクが位置している。オルスベルクの地域西部を北に向かって流れるエルペ、側の谷には、かつての鉱山町、エルペとハインリヒスドルフがある。エルペ側が地域を離れる直前の東側に、レベリングハウゼンシクがある。 アントフェルト区の北側にアントフェルトの森がある。高度約550メートルに達する、この高地はアルンスベルクの森自然公園の東の都市粒に属す。オルスベルクの区図オルスベルクは、南はビンターベルク、西はベストビヒ、東はブリーロンと境を接している。これらの市町村はオルスベルク自身と同じホーホザワーラント郡に属す。北は ゾースト軍の流転、南東は、わずかな区間であるが、ヘッセン州のビリンゲンと接している。オルスベルク市は、以下の12地区で構成されている、アントフェルト、アシングハウゼン、ビッケ、ブルーフハウゼン、ブルーンスカペル、エレリングハウゼン、エルペ、ハインリヒスドルフ、ゲベリングハウゼン、ヘルメリングハウゼン、オルスベルク、ビーメリングハウゼン、ブルメリングハウゼン、 総面積11787ヘクタールのうち1408ヘクタールが住宅地及び交通用地であり2486ヘクタールが農業に利用されている。地域の多くは7828ヘクタールを占める森林である。中心となる重要な地域、中核地域は旧町村のビッゲとオルスベルクで構成されている。 この地域には全人口の約半数が住んでおり、ショッピング、行政、インフラ施設、その他が集中している。都市建設上重要なのが、1980年代初めに、ビッケとオルスベルクの間の工業地域に新都心が建設されたことであった。これによりオルスベルクは、町域を越えて重要な町となり、市は、中級中心都市に近い機能を得ることとなった。 オルスベルクでは、霧の少ない中低山地気候が支配的である。地域の内部は高度の違いにより、年間降水量が900ミリメートルから1400ミ、mm、リメートルまで変動する。年間平均気温は摂氏5度から摂氏8度の間である。海抜413メートルに位置するブルンスカペル地区では、ドイツ気象庁の1961年から1990年の記録で、 平均年間降水量は1141.3ミ、mm、リメートルであった。最も降水量が多い月は1月と12月で、それぞれ112.2ミ、mm、リメートルと124.5ミ、mm、リメートルであった。一方、最も降水量が少なかったのは2月と9月で、それぞれ78.7ミ、mm、リメートルと78.6ミ、mm、リメートルであった。現在の地域の一部では、 ローマ時代以前の鉄器時代から少なくとも散発的には定住がなされていた。避難城祭、ブルーフハウザー主体ねは紀元前6世紀から紀元前3世紀に作られた。現在本市に含まれている様々な集落は11世紀から12世紀に文献に記録されている。オルスベルク集落は1281年に初めて記録されている。この頃には ギールスコップ、ドレンクハウゼン、ドゥインクハウゼン、オルスベルクといった集落があった。16世紀から17世紀にはますます多くの住民が大きくなったこの辺りの村に定住した。このために、ボーンプラッツと呼ばれる小さな居住地の多くが荒廃した。現在の地域の土地を所有していたのは貴族領主、クラーフシャフとかであった。彼らは、ネーガー、ブルンスカペル、 アシングハウゼンの各教区に所領を有していた。これを統合したのがブルンスカペール大管区であった。しかし彼らはケルン大司教に反して独自の領主権を築くことはできなかった。中世には現在の地域の大部分はいわゆるアシングハウザー、グルントであった。秘密裁判所の主権は13世紀末までアルンソベルク博に属していた。ゴットフリート4世の時代に フェイメは隣のバルデック博に移譲された。裁判所として、アシングハウゼンの秘密刑事裁判は極めて重要であった。ケルン大司教も権利を主張したため、アシングハウザー・グルントは17世紀になるまでケルン選定校とバルデック博との間で帰属が定まらない状態であった。最終的には17世紀にケルン選定校領となった。これにより、 オルスベルク周辺地域はベストファーレン公領に属すこととなった。オルスベルク周辺地域は30年戦争の影響で大きな被害を受けた。特に1637年以降、この地域はスウェーデン兵とヘッセン兵によって荒廃させられた。住民の3、4が死亡、または重大な障害を負ったため、1638年のアシングハウザーグルントの 課税見積もり額は大幅に減少せざるを得なかった。終戦時点でこの地域には何百棟もの建物が破壊されていた。現在この町に属する町村の農場の多くは長年荒廃したままであった。いくつかの集落は再建されなかった。17世紀から18世紀にオルスベルクには41件の専業農家と10件の兼業農家があった。 さらに小屋を相続している住民が3家族、相続しない住民が6家族いた。アシングハウザー・グルントにおける19世紀の1個、あたりの平均土地面積は3モルゲンと極めて小さかった。その理由は、ベストファーレン工業の多くの地域とは異なり、ここでは相続法が実際に適用されたためである。中世以降、この地域では鉄鉱石が採掘、精錬されていた。 17世紀には、現在本市に属しているいくつかの集落に清錬所が設けられた。1629年には、ビッケに2つ、オルスベルクに1つ、ブルーフハウゼンに1つの清錬所があった。さらにいくつかの炭造所も設けられた。これらの多くの事業所は19世紀に工業の競合に敗れて消滅した。分野を特化することで成功したのが、オルスベルク清錬所であった。 1832年にエンゲルベルト・ザイベルツが描いたオルスベルガーヒュッテ現在のオルスベルク市の地域は1848年1849年革命の初めに他の村と比較して飛び抜けて激烈な農民騒上が起こったビッケとアシングハウゼンでは土地領主の館が放火される寸前であったブルーフハウゼンではあからさまな暴力行為が行われた 群衆が、ブルーフハウゼン城の経理役場の建物に乱入し、革命家を歌い、自由と正義を叫んだ。建物は荒らし回され、窓や家具は破壊され、書類や会計簿は焼却された。商業に関してはいくつかの集落では19世紀に農業のほかに多くの住民が商業に携わっていた。ビッケでは1892年に農民8人。 農家の方向人40人、日雇い労働者6人、高工業の労働者40人、職人46人、商業、運輸業従事者20人、サービス業従事者12人、未亡人26人が住んでいた。高い専門性を有するオルスベルク精錬所の伊方港を中心に、ビッケ・オルスベルクは、キリスト教労働組合運動の画像に発展していった。 労働者の大部分が1903年からキリスト教金属加工連合に組織されていった。彼らは1910年に激しいストライキを行った。第一次世界大戦後、オルスベルクは専人の組合幹部の本部所在地となった。1909年からオルスベルクに電力が供給された。1927年から1928年に赤戸メコが増営された。 政党政治については、オルスベルクは中央党の画帳であった。1930年に NSTP の地域グループが結成され、すぐに極めて活動的になった。彼らはここからブリーロン群南部に影響力を波及させていった。1932年、著名な NSTP 構成員であったアウグストヴィルヘルム・フォンプロイセンは大規模な党大会を話題にした。 抗議の声が上がると、新衛隊が反対者に対して暴力を振るった。第二次世界大戦では、1944年9月24日に、この町は初めて連合軍による空爆を受けた。翌月には、鉄道とオルスベルク精錬所を主要目標とする、さらに大規模な攻撃が行われた。1945年3月25日には、 低空飛行の飛行機による攻撃によって、駅で6両の機関車が破壊され、多くのドイツ兵が死亡した。1945年3月29日に、アメリカ軍が隣のブリーロンを占領した後、ドイツの兵士グループはオルスベルクを通って逃亡した。オルスベルクにいたブリーロン軍の NSTP の軍指導者はすぐに、いくつかの書類を焼却しようとした。 NSTP 軍指導者はさらに国民突撃隊を招集した。陣地と対戦車バリケードが設けられ、橋に策略が仕掛けられた。4月1日、オルスベルクは連合軍による包囲地域ルールポケットの一部となった。1945年4月2日から3日にアメリカ軍大級不評手団はブリーロン及び アルテンビューレンから市内を標的に砲撃を行った。これにより二人の市民が死亡した。NSTP 軍指導者の家を含む数多くの建物が破壊された。4月5日の12時頃、現在のオルスベルクの市区としては、最初にビーメリングハウゼンが制圧された。同日にアシングハウゼン、ブルメリングハウゼン、ブルンスカペル、ブルーフハウゼン、 エレリングハウゼンも占領された。オルスベルク自身は抵抗を続けたため、戦車隊は一旦後退し、再び砲兵隊の砲火が放たれた。4月6日から7日の激しい市街地戦の末、オルスベルクは制圧された。オルスベルクだけでドイツ側の武装兵120人が命を落とした。この比較的大きな損失は、 最後の無意味な戦闘によるものであり、特に国民突撃隊員、15歳の勤労奉仕隊の若者、配送してきた兵士には、不十分な装備しか与えられていなかった。亡くなった、戦闘員は主にザウ・アーラント義勇軍に所属していた。4月6日には、ビッケ、ヘルメリングハウゼン、アントフェルトもアメリカ軍に占領された。 現在の地域に属する集落としては最後に4月7日にエルペ、ハインリヒスドルフ、デベリングハウゼンが占領された。ブルンスカペルは連合軍の射撃や爆撃でひどく破壊された。この集落では49棟の家屋のうち7棟が消失し、教会や学校を含む21棟が甚大な損傷を負った。残りの建物もすべて屋根や窓が壊されていた。 第二次世界大戦では120人のオルスベルク、住民が死亡した。その多くは、東部戦線で兵士として、あるいは捕虜として亡くなった。1970年代から1980年代初めに、かけて、ルールタール・シペレンフェラインは、ブルンスカペル近郊のネガー川の谷にネガータール、石を建設する計画を立てた。ブルンスカペル集落はそのダム湖に水没する、計画であった。 この計画は1982年にアルンスベルク行政管区の計画確定委員会に対する谷の住民の抵抗を引き起こした。ミュンスター上級行政裁判所はダムの必要性を裏付けた水理学的許容量算出の本質的なポイントをアルンスベルク行政管区長官が詳細に検討していなかったとして1984年にこの計画を終結させた。 オルスベルクは、ノルトラインベストファー練習の自治体新設に伴い、1975年1月1日に、ビッケ・オルスベルク市に、アムトビッケに属していた独立した町村であった、アントヘルト、アシングハウゼン、ブルーフハウゼン、ブルンスカペル、エレリングハウゼン、エルペ、ヘルメリングハウゼン、ビーメリングハウゼン、ブルメリングハウゼン、 およびアムトベストビヒに属していたゲベリングハウゼンが合併して成立した。ブリーロン軍の多くの村では19世紀に工業界以前の産業が衰退したことにより住民が流出し人口が低下したが鉄道の開通やビッケとオルスベルクとの間に工業が起こると比較的大きな人口増加が起こった。ビッケ町は1961年6月6日の 住民調査で3146人の人口を数え3068人のオルスベルク町を凌駕していた。オルスベルク市の人口は1998年までおおむね一方的に増加していった。その後大幅な人口減少が見られた。一般人口統計値の推移から本市は特に18歳から30歳の住民を移住によって失ったことがわかる。住民は 他の町よりも急速に高齢化した。移住による人口減少はオルスベルクにおいて近隣のブリーロン、マールスベルク、シュマレンベルク、ズンデルン、ビンターベルクに比べて顕著で東ドイツの市町村に被験するほど大きかった。2009年から2025年までの間に人口はさらに11.3%減少すると予測されている。 2025年までに80歳以上の人口比率は倍増する予想である、オルスベルク・ビッケのカトリック・セマルティン教会、ブルンス・カペルの教会組織の成立は11世紀、ビッケでは13世紀、アシングハウゼンでは14世紀にまで遡る。オルスベルクは1915年に固有の教区が形成されるまで、ビッケの司教会区であった。 新たに建設されたオルスベルクの教会は1903年に完成した。この教会は増加する人口に対して小さすぎる1747年建造の礼拝堂に変わるものであった。かつてケルン先定公が治めるベストファーレン校寮に属していたことから、この町では現在もカトリック教会が最大の宗教団体である。住民の 約70%がその信者であり、福音主義は15%で、13%が、沢の宗教団体に属すか無宗教である。オルスベルクのカトリック信者は、パーダーボルン、広塚さ教区の方ホ,ホザワーランと東主席主催区に属す。2011年11月30日までは、オルスベルクフライヤーグルント死牧連合に7団体、ビッケ死牧連合に5団体が属していた。 2011年12月1日に、広塚佐教区の組織改編があり、両子牧連合は、ビッケセーマルティン協会を本部とする、ビッケオルスベルク地域士牧会に属すこととなった。将来的には、3つの司祭組織を含む、ビッケオルスベルク士牧連合となる予定である。1898年に、福音主義礼拝堂が建設され、1957年から、 固有の教会が設けられた。オルスベルクジートリングハウゼン教会は、ベストファーレン福音主義教会のアルンスベルク、教会クライスに属す。ホロコーストの時代までビッケには少なくとも一人のユダヤ人が住んでいた。1737年にはすでにアシングハウゼンとビッケにユダヤ人の学校教師が暮らしていた。シナゴーグは1819年以前に設けられた。 ユダヤ系住民はビーメリングハウゼンにもいた。1873年から1935年まで埋葬がなされたユダヤ人墓地も存在する。オルスベルク市長者オルスベルクの市議会は32議席からなる。オルスベルクの市長はボルフガング・フィッシャーである。フィッシャーは2009年に56.5%の票を獲得して新たなオルスベルク市長に当選した。 2014年の市長選挙で彼は市長職を守った。歴代市長1975年の市長村合併後の市長を以下に列記する。図柄黄色地と赤地に4分割。その上に浮かぶ黒いリング。リングが地色の境界をまたぐ箇所に黒い四角形。解説、黄色地と赤地に4分割するのは、現在、オルスベルクに含まれるキューブルンスカッペル町の紋章に、 由来する。金と赤はブルーンスカペルノグーとビルデンベルクを本拠地としたグラーフシャフト家の大観の色である。四つの黒い四角形を持つ宙に浮いた黒いリングは四つの岩からなるブルーフハウザー主体根を持つイステンベルクのゲルマン時代の避難城態を象徴している。また、ルール川、ネーガー川、エルペ川、メーデバッハ川あるいはギールスコップ川の四つの谷に 点在するかつての町村が合併して形成されたオルスベルク市の重要な地域的特徴を示している。黒いリングはオルスベルクの頭文字を示すものである。この紋章の公的な認可は1978年3月10日に発出された。旗の図柄、長辺沿いに黄色と赤の等幅7本のストライプ。旗竿よりは黄色地の正方形で、その中に 死の紋章の黒いリングが描かれている。上りの図柄、長辺沿いに、黄色と赤の頭幅7本のストライプ。旗竿よりは、黄色地の正方形で、その中に、死の紋章の黒いリングが描かれている。印象の図柄、印象には、死の紋章の図柄と、輪郭に沿って上部に、スタッド・オルスバーグ、下部により小さな文字で、ホークス・ウェロンド・クライスの文字が記されている。 オルスベルクは以下の都市と姉妹都市協定を結んでいる郷土博物館、アルテミューレ・オルスベルクの地域内には数多くの見どころがある。オルスベルクの最も有名な名所ブルーフハウゼン地区のブルーフハウザー主体ネもその一つである。ブルーフハウゼン、アシングハウゼン、ブルーメリングハウゼンの郷土博物館は文化史上の大きな広がりを示している。レベリングハウゼンには アフリカ博物館北都や郷土博物館、アルテミューレがある。ブルーフハウゼン地区には歴史的な国職人の鍛冶屋が、アシングハウゼンにはフリードリヒビルヘルムイコールグリンメ記念館がある。アイゼンベルクでは遅くとも14世紀中頃から鉄の採掘が行われてきた。フィリップ港は見学者のために再び通れるようになっている。 さらにブルメリングハウゼンの行動やヘルメリングハウゼンのヒラリウス港もある。ゲベリングハウゼン城市域内には5つの城館がある。城館はアントフェルト、ビッケ、ブルーフハウゼン、ブルンスカペル、ゲベリングハウゼンの各地区にある。ベルンハルト・クリストフ・フォンシャーでは1705年にアントフェルト城を建設した。この城館は先代の建物後に建てられたバーロック様式3。 よく建築で、リップシュタットの建築マイスターである、ニコラウス・ブルム式ヒによって建設された。ブルーフハウゼン城は、ブルーフハウザーシュタイネの麓、高度約450メートルに建てられている。レベリングハウゼン城は、同盟の地区内にある。女性詩人のアネッテ・フォンド・ロステ・ヒルスホフは、1824年と1831年に、客としてこの城館に滞在した。 おそらく1183年に建造されたシェレンシュタイン城は1270年に初めて文献に登場する。ビルデンベルク城にはグラーフシャフト領主家がグラーフシャフト修道院の代官として居住していた。クロップフシェスハウスクロップフシェスハウスはもともとはオルスベルクの同業組合の建物であった。この建物は18世紀の初めに建設され、 その後何度も増改築が繰り返された。旧アドラー薬局は、背後部分が1678年に、前面部分は1769年、または早くも1604年に建設された、木組み建築である。19世紀にはここに薬局が入っていた。ビッケの聖マルティン教会は、後期バロック様式で建設された。この教会は11世紀から13世紀に造営された。 1222年に聖マルティヌス教会として初めて文献に記録されている。注目すべきはオルガンの全面館である。その後大きなバラ窓を持つネオロマネスク様式の翼籠が設けられた。アシングハウゼンのロイゼン倉庫とライゼン倉庫はかつての10分の1税倉庫で1556年に建設された。この倉庫はオルスベルクに現存する。 最も古い世俗建造物である。アシングハウゼンのフリンメハウスは1800年頃に学校の校舎としてフランケン式木組建築様式で建設された。2004年4月15日からオルスベルクの地域に対する景観計画が設けられた。この計画では、すでに家屋が立ち並ぶ集落や区画計画地域の外側を、例えば自然保護区などのより高度の保護状態にない。 限り、景観保護地区とすることが定められた。ビッケとヘルメリングハウゼンとの間のエクステンシブグリューンランと景観保護地区景観保護地区はタイプ A、B、C にランク分けされ、これに応じて自然保護に関する異なる対応がなされる。景観保護地区タイプ A、一般的景観保護区では建物の建設が禁止されている。タイプ B、 集落周辺及び景観的特徴地区では、さらに、クリスマスツリー栽培地の増営を含め、追加の植林が禁止されている。タイプ C、水辺の草地及び重要な緑地では、緑地や休耕地の転用が禁止されている。タイプ A の景観保護区は7947.1ヘクタールである。タイプ B は11箇所で、 それぞれ9.1ヘクタールから275.8ヘクタールの広さがある。タイプ C は7.3ヘクタールから47.8ヘクタールの土地11箇所が指定されている。自然保護区は0.5ヘクタールから168.9ヘクタールのものまで合わせて46箇所ある。最も有名な自然保護区がブルーフハウザー・シュタイネである。珍しい植物、チー類。 コケなどの他に、ワシミミズクやハヤブサの放ランチでもある。ブルーフハウザー主体ネは、オルスベルク唯一の EU 鳥類保護区であり、さらに、欧州保護地域にも指定されている。この他に、ルール地域、オルスベルク及びベストビーヒ近郊の洞窟と、行動エルペ近郊の山海の森、ニーダースフェルト北部の山海の森が FFH、地域に指定されている。大きく、 しばしば多くの部分地区からなる FFH 地域は異なる保護カテゴリーに分類されている多くの自然保護地域や土地を包含している。10の部分地区からなる FFH 地域であるウルスベルク及びベストビヒ、近郊の洞窟と行動には10の洞窟や行動が含まれる。洞窟や行動はコウモリの地域を超えて重要な一等地となっている。地域内には 39の保護指定された、景観要素144の法的に保護された、ビオトープ54の自然文化財もある。自然文化財のうち20件が単独の樹木、または重要な樹木群で、他の34件は岩石である。オルスベルクには特に、鍋オサギ、ワ渡りガラス、ワシュミミズク、赤飛びといった大型鳥類が見られる。 アクア・オルスベルク・ルールタール自転車道がオルスベルクを通っている。パラグライダー訓練センターとツーリングの集合地点がエルペ地区にある。ウィンタースポーツはブルーフハウゼン地区のシュテルンロートスキー場で楽しむことができる。アクア・オルスベルクは塩水浴、クナイプ式水浴、森のサウナ、レジャープールが設備されている。すべての宿でさまざまな週の週末に射撃祭が開催される。 さらに、ルール下半のコンサートホールでは、定期的に演奏会が開催される。オルスベルク地域では、工業会以前の時代に、鉄採掘、鉄製作り、加工が行われていた。様々な集落にクリタンヤが存在していた。1804年からは、ブルーフハウゼン、エレリングハウゼン、ビッケ、オルスベルク、アシングハウゼン、ジルバッハ、 シュマレンベルクは恐ろしい数の釘で組み立てられていると言われた。しかしこの地方の金石工業による釘製造は工業的に製造される釘に対して競争力を持たなかった。すでに19世紀前半にはブルーフハウゼン村における釘製造は縮小し20世紀になるまで副業として営まれた。オルスベルガーヒュッテはオーブンの製造に特化して存続した。 オルスベルクアシングハウゼンのザウアーラント製材所、製鉄業の伝統に基づき、製造業は、現在も、地方経済の重要な軸足となっている。特に電子オーブンで知られる、加熱器具製造のオルスベルガー・ヒュッテの他に、同じく伝統的な企業である、ビッケの金属加工業者会 W ・オーフェントロップ、GMBH&CO、KG がある。ビッケのヒュッテマン。 ホルツ GMBH&COKG は1891年に設立された。この会社は1990年から4代目が運営する家族企業である。ビスマールにも死者を有している。この他にビッケには HSK ドゥシュカビネンバウ KG がある。二つ目の軸足が健康、保険産業である。ゼバスティアンクナイプのデシグリューネ博士が1894年に サナトリウムを建設したことで、この基盤が作られた。現在このクナイプ式水浴の町には、多くの病院や健康、保険分野の施設が存在している。現在の第三の経済的軸足が観光業である。市は散策、サイクリングのツーリズムを作成している。ロタールシュタイクやザウアーラントバルが市内を通っている。この他、オルスベルクは、 ベルクバンダーパルクザウアーラントの一部になっている。サイクリング客にはオルスベルクを通るルールタール自転車道がある。アクアオルスベルクには塩水浴も用意されている。2002年現在この町には5115人の社会保険支払い義務のある労働者がいる。このうち多くが加工業に従事している。サービス業は1715人である。 商業には362人がついている。オルスベルク駅、オルスベルクは、連邦道 B7 号線と B480 号線に面している。B7 号線を西に向かうと、ベストビヒインターチェンジで、連邦アウトバーン A46 号線に接続する。B480 号線経由で、アウトバーンのビュネンベルクハーレンジャンクションに至る。ここでは、 ビーレフェルト方面とカッセル方面のアウトバーンが交差している。南方面にはマールブルクが位置している。バイパス道路の B480N 号線は2010年11月5日に開通した。この道路はローゼンベルクトンネルを通ってビッケからこの町に入り、シュタインヘレまで市街中心部を迂回している。この道路の建設費は3000万ユーロであった。 オーベラールールタール鉄道ハーゲン・バールブルク線のオルスベルク駅をからローカル列車に乗って1時間で乗り換え駅のハーゲン、ドルトムントあるいはバールブルクに到着する。一部の列車はアイス停車駅のカッセルビル・ヘルムス平営駅まで直通運行している。2011年12月からブリーロンシュタット駅も再開された。ビッケ駅はベストビヒからウィンターベルクに至るヌトラー。 フランケンベルク線の駅である。ブルンスカペル、エレリングハウゼン、ブルメリングハウゼンの駅は廃止された。オルスベルクでは、ローカル面を有する、日刊誌として、ワス、メディアグループに属す、ベストファーレンポストが刊行されている。この他に水曜日と日曜日にフリーペーパーの、ザウアーラントクリアート、フリーロナーアンツァイガーが配布されている。ローカルラジオのラジオザウアーラントは、 メシェで送信書から放送されている。WDR の送信書オルスベルクには、高さ58メートルの1985年に建設された WDR の送信塔がある。この塔は、重量50トン、直径は、下部で2.20メートル、上部が1.60メートルで、北緯51度20分20秒と、東経け8度30分17秒。 北緯51.33889度統計8.50472度51.338898.50472に位置しており以下のプログラムを放送しているオルスベルク職業補修専門学校オルスベルクでは多くの集落に幼稚園がある一部は私立一部はカトリック教会が運営している教会が運営する施設としては ファミリーセンターやカトリック幼稚園エレリングハウゼン、セーラウレンテウスもある。この他に、個別看護が必要な障害児のためのキンダーネスト、身体、精神障害児のためのイアンドレアス、治療教育幼稚園やゾンネン社員、治療教育幼稚園がある。市は、各地区に基礎家庭学校を運営している。ゼクンダーシュトゥーフェアイの学校としては、私立の本家庭学校と、 実家学校があった。これらの学校形態は終了し、2012年にゼクンダー修邸が設けられた。本市で重要なのが、養護学校である。ビッケの修邸案であるウルアウ上は、身体、運動発達に養護重点を置いた、養護学校である。この全日制学校では、約200人が学んでいる。その大部分は通学生である。この他に寄宿生もいる。ここには、 ノルトラインベストファー練習のほぼ全域からの学生がいる。通学地域はホーホタウヌス郡の東部とゾースト郡の一部である。これに加えて学習に用語重点を置いた私立用語学校がオルスベルクにある。ビッケ・ヨーゼフスハイムのハインリヒ・ゾンマー職業補修高等学校は障害を持つ人を雇用市場に適応させることを目標に質の高い職長訓練が行われている。 地域的重要なのは、オルスベルク職業補修専門学校である。この学校は、ホーホザウアーラント軍の施設であり、約2000人の学生が在籍している。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。